メディアを再生する、キートンの探偵学入門前編、字幕なし、キートンの探偵学入門とは、1924年公開のアメリカ合衆国のサイレントコメディ映画、バスター・キートン監督、主演。戦前初公開の時には、忍術キートンという砲台が付けられたが、1973年6月16日、フランス映画社が、ハロー。 キートンという特集上映をした際にこの放題に改められて以来、この放題で定着している。1991年、アメリカ議会図書館は文化的、歴史的、美学的に重要という理由で本作をアメリカ国立フィルム登録簿に保存した。同年、アメリカ喜劇映画ベスト100の62位に選出。2020年1月1日、 この映画はアメリカ合衆国でパブリックドメインになった。主人公バスターは探偵に憧れる映写技師。憧れの娘へのプレゼントに1ドルで買った指輪を4ドル、舌と見栄を張ってプレゼントする。色男も娘に恋をしている。色男は娘の父親の時計を盗み、それを室に入れて4ドルを工面し、娘のために高価な贈り物をする。 父親が時計がなくなったことに気づいて騒ぎ出した時、バスターは探偵薬を買って出るが、色男は4ドルの七札をバスターのポケットに入れる。それが見つかり、バスターは犯人にされる。バスターは娘に無実を主張するが信じてもらえない。バスターは映写技師の仕事に戻る。上映中の映画は真珠泥棒を扱った映画。居眠りするバスターの魂はスクリーンの中に入り、 探偵シャーロック・ジュニアとして事件の解決に乗り出す。映画の中で見事事件を解決したバスターだがそれは全て夢だった。そこに娘がやってくる。娘は4ドルの七符だから色男が真犯人だということを突き止めたのだ。映写されている映画の中で主人公とヒロインがキスするのを見ながらバスターは娘にキスをする。この映画には 危険なスタントシーンが多数出てくる。キートンは後に映画視野のケビン・ブラウンローにプロのカメラマンたちは私たちが一体何をどうやったのか突き止めるため何度も映画を見に来たものさと語った。キートンが色男を尾行する途中、汽車の上を走って給水塔に捕まり大量の水を浴びて落ちるシーンではキートンの首の骨が折れてしまった。 しかし、キートンはこの時頭が痛いと思っただけで、骨折が発覚したのは一年半後であり、その時には感知していた。スクリーンの中に入り込んですぐ、キートンが次々に切り替わる、場面展開の中でドタバタをやるくだりは、キートンの動きをスムーズに見せるため、キートンとカメラの位置を測量器で正確に測って撮影された。工業はパッとしなかったが、ニューヨークタイムズが、 トリック撮影がコメディの中で生きた最高の一本と評価したほか、ロサンゼルスタイムズ、ワシントンポスト、ザ・アトランタ・コンスティテューションも好意的な批評をした。ありがとうございます。